5月17日月曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。 おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、週末はねあんまりお天気かばしくないと特に昨日はという感じでしたが、えー、今日も曇り時々雨、えー、日本屋上濃度計21.9度なんですが湿度が95%そうですねいや今日他社に玄関開けるとうわむし暑いなという,、ね、うえ感じで出てきましたけれどもはいあの 東海だとか、あるいは関西方面は。 昨日あたりりすでに梅雨入が発表されて,いてそう、なんですよ昨日ですすよ昨日ね近畿と東海、梅雨入りということでして、<え>あの近畿、東海ともに平年よりも21日早く、去年よりも25日早いということで、なんとですね、1951年の統計開始以来、うん、近畿は最も早い梅雨入りで、東海は2番目に早い梅雨入りだったんですね。すねまあ週末迎えての、ね、天気予報、金曜あたりはいや、ひょっとすると関東も梅雨入りしちゃうかもしれませんみたいなことが。<laughs> 言われてたもんね。そうですよね。そして、えー、今日も曇り時々雨。このまま行くとまあ関東も相場梅雨という、ね。そうなんですよ。週間予報を見ますと傘マークですとかね曇りのマークが結構続いてますのでねななちょっとジメジメした一週間になりそうです。あの目に青葉というようなですねスガスガしいお天気っていうものをあんまり経験せずに梅雨入りしちゃうのかと思うんですが <laughs> あの何とかなんとかお天気持ったのは土曜日かなという感じでうちも土曜日にですね土曜日はあの午前中はこが濃かったんです。 けどえー、その後あの子供は元気に、えー、外に遊びに行ってよしよし、これで体力を消耗してくれれば夜ちゃんと寝るぞと思いながら私は見てたんですが <laughs>、はい、いやまさにスポーツ真っ盛りという感じで、ね、あの週末はいろんなスポーツが行われてましたが、ねえー、今日あたりもです、ね、あの一般紙でも取り上げられていたのが。 あのパラリンピック、えー、いよいよ100日というのも合わせて、はい、であのパラも含めたトライアスロンを横浜でやってたんだよね、週末ねそうなんですよ、ね、あの土曜日がパラトライアスロンのいわゆるエリートというかその選手の皆さんが出場していたということで私もですね早起きして、はい、オンラインで見つつ取材しつつ過ごししていました、うんまあ、ここら辺がねちょっとあのコロナ禍で取材の形も変わってきてるなというところもありますが、はい、オンラインででも朝早いんでしょう。 50分が最初のクラスのスタートだったので、6時には起きていろいろこう準備をして整えて、中継図を見ながら、ちょっと目も取りながらという感じでしたね。なるほど。いつもでしたらね、横浜まで行って、その朝焼けをこう眺めながら。そうか、朝焼けの時間から。そうんすだ、ね始発から行くので、いつも。で、氷川丸があって。 もしねよければその飛鳥2とかもねねそうだよ大桟橋のところにいですよ。でそのちょうど間をスイムで泳いでいくんですけどそんな景色をこう見てですねこの季節が来たなって思うんですけど今回はオンラインでその様子を見ていいましたねやでもホームページを見ると本当にいろんなところに気を遣ってるなっていうのがね分かってこういうことやって感染は予防してるんですとかね今回もだってエリートのクラスっていうのはこれ海外からも来るです 海外からも選手の皆さん来ていていわゆるそのバブルシステムといって競技会場、宿泊施設あとトレーニング施設ですかねこの3つのみでほとんど動くようにして専用の車両でこう移動するというような形だったそうですね。ねだから外はほっつききき歩いたらでまませんよとできませんんよよとと うん,うん。もしそういうのが分かった場合は、それこそ資格の剥奪も含めてやるぞと。これさ、ええ、<laughs> 考えてみると、あのー、我々日本人が経験する以上の罰則付きのこれ試験の制限なんだよね。まあそうですよね。考えてみれば確かに。実はこれをやってるんだと。より安全安心な大会を目指してっていうね。はい、うやっぱこういう情報公開も相当気使ってるんだね。そうですね。ホームページ上こう調べるとどういった形で運営しているかっていう風な情報公開は。 結構細かくしているんですよね。で、このトライアスロンに関しても調べてみるとそういった情報出てきますので、うん、え見ていただければ結構興味深いかなと思うんですけど。で、まあ観客の皆さんもね、今日は入れないので、はい、もうネット上でいろいろな形で配信したりとかっていうのはね、うん、朝早くやってんだね。そうなんですよね。で、なんか中継映像を見ていると、うん、横浜のそのなんていうんですか、名所バールコースになっているので、ね、山下公園であったりとか、うん、それこそちょっとコスモワールドのちょっと近く 山、はい、だったりアカレンガ、ね、そうなんですよ、うん、アカレンガ倉庫とか久しくその横浜に行ってなかったのでちょっとこう観光気分にもなりながら見ていてまた山下公園のバラがもう綺麗に咲いてるんですよね今本当だったらいい時期だもんねねえ ああまあまあそう考えるとまあそれをね疑似体験でウェブ上でできればと、はい、一つ分二つも三つも美味しいとそうなんですよね<ー>試合も見ることができてちょっと横浜の町並も見ることができてというまああのシゲオアナウンサーさまざまな形でこうパラスポーツ取材をしてますこれから先っていうのはまあパラリンピックに向けてもいろんな大会が行われるわけだよねそうなんですよね、うん、もう続々とですね行われる予定になっていてその大会に関してもいろんなその対策というのも講じていて。 それもあの情報発信していきますよっていうふうにね、あの各競技団体の皆さん。こう発表しているので、まあそういったところもこう見つつ、もう試行錯誤の連続ですよね。そうだよね。うん、まあ、あの、その辺も番組でまた、あの取材ができればですね。はいろいろと報告してもらおうと思っております。はい、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このけいこジアップは、リスターのあなたコメンテーター、私、だ、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。 ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。6時半頃からご登場いただきます。まずは新型コロナウイルスワクチン大規模接種センター。今日予約の受付が始まるとのことです。それから7時台ですが、まずは次期衆院選に向けた動き、共産党の市委員長が立憲民主党と協議へというニュース。それから緊急事態宣言、週末にまた対象が拡大されました。そしてミャンマー情勢について、 日本人ジャーナリストの北住優貴さんが14日解放され帰国しておりますそしてキーワード入管法の改正さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンではイスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突について中東情勢にお詳しい国際政治アナリスト菅原出さんに電話でお話を伺ってまいります 今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしますえまたコーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンを待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました えー、今日はね、まあ週明けということで週末を挟んでもバラバラという感じで、えー、あります。まあコロナについてというのをいろいろな角度からという感じですが、産経新聞一面トップは大規模接種有事の官民作戦ということで東京下がで今日予約開始とその内幕の部分がね、産経の取材によるとという感じで書かれております。一月下旬から実はあの極秘に官邸の内部で検討が されていたというようなところしかもそれっていうのは相当人数絞られていて河野大臣もほとんど知らなかった河野ワクチン担当大臣とは異なるラインで計画を進めたとこういうふうに書いてありますいろんなことをやっていたんだなということを思う反面河野さんからしたらちょっと面白くなかったんじゃないかなというのも感じるところでありますがそれから え毎日新聞ヤングケアラーに家事支援ということでまあ、家族の介護や世話を似合う子どもヤングケアラーの支援策、えー、についての記事であります今日公表ということですけれども厚労省と文科省の共同プロジェクトチームの、えー、報告書のポイントが書かれておりますまあ、政府今日公表ということで相談体制もこれから整備していくんだということが書かれています、えー、それからあ読売新聞ですが一面トップ大型船の燃費国際格付けと、えー、2 0 2 2十三3年に導入し、まあ、CO 二酸化炭素の排出量の半減を目指すということなんですが、まあ、これ 前々からですね、あのー、LNG を使ったとか、あの環境に優しい船を、あるいは全部電気でできないかとか、いろんなことはこう言われていたところなんですけれども、まあ、燃費の良い船を運用していきましょうねということであります。まあ、それとともに、あのー、結構こう自動高校みたいなもんとか高校の、あのか、ー 管理とかもデジタルでリアルタイムでやるということによって、まあ、それによっても結構、燃費をよくできるというようなことも言われていて、まあ、あの船の性能だけじゃなくて全体のオペレーションでも CO2 を減らす努力みたいなものは業界全体としてはいろいろこうやっているようであります。一面ご紹介、今日の気になるでした。 えー、今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします、まあ。阪神の話は後ほどた、はい、っぷりとやるとして、はいえー、この時間まずはですね新型コロナウイルスのワクチンについてあのニュースでも出てきてましたけれども今日から東京と大阪の大規模接種センターの予約が始まります。えー、東京は午前11時からそして大阪は午後1時からの予約受付ということであります。まあ、防衛省のねホームページの予約 サイトとあとはアプリの LINE を経由してという形のようです。はいあの総理官邸はですねやっぱりこの大規模接種センターの設置、はいえー、あれ運営に関してですね相当大きなね、はいえー、期待をもって で望んでいるなとまあこれがですね、ええ、うまくいくかいくかないかっていうことでそのワクチンの接種率のね今後の動向も大きく影響してくるのかなと思いますねでなぜそうなっているのかというとですね、はい、そもそもねこれきちんと理解していただきたいんですが、ええ、じゃああの首相官邸がどう認識しているのかというとそもそもワクチンというのは、うん、まいろんなその目的というかな効能がありますよねその中でもやっぱり重症化を防ぐと予防するというところに一番注目してるんですよ、はい、で実はファイザー 有効率90%というふうに言われてますけども、これ、あくまでも、使用官邸の認識ですよ、はいえー、90%で認識されていて、それは重症化を防ぐのが、えー、90%、つまり10人に9人は、えー、重症化しないと、ワクチンを接種すれば、はい、でモデルナ製のワクチンに関して言うとです、ね、えー、これ70%、まあ、とはいってもかなり高い、えーえー、率ですよ有効率ですよね、はい、これも重症化を防ぐと、でこれをです、ね、やっぱり高齢者に向けて接種をしていくと、やっぱり重症化 重症化率を一番大きく抱えているのは高齢者ですから、はい、その高齢者が重症化するのを抑え、そして、うんえー、重症化向けのベッドのです、ね、病床の、えー、占有率、使用率もです、ねえー、押し下げていくというところで、うん、医療提供体制の,その維持につなげていくというね、はい、やっぱりそのあたりを考えていくと、このワクチン接種が、で特にリスクの高い人たちにです、ね、接種をしていくことが、うんえー、今回のです、ねえー、新型コロナウイルス対策でね、一番重要なポイントになってくると、そういう認識を持ってる 確かにあのー。 今す、ね、でにワクチン接種が先行している国々なんかを見ると、やっぱり65歳以上への接種がある程度こう広がってくると、劇的にこう重症化率とかがぐっと下がってくると、ええ、やっぱその辺というのは当然意識しますよね。そうです、ね、ただ、問題なのは、ワクチンは確保しました、高齢者に向けて4月末までに、うんえー、接種を完了するためのワクチンの量は確保しました。はいえー、そして、えーまあ、あの自衛隊を含め てね、その接種をするそのハードの部分といったり接種をする人たち医療、えー、お医者さんですねで加えてですね今回、あのーえーまあ、超法規的な措置ということで、はい、歯科医師の投入も、えー、予定されていますよというところで、うん、そういったハード面の、ねはい、確保っていうのは、まあ あのうまくいったんですよじゃあ、そのソフト面はどうなのか、はい、えじゃあ,あ、そういうスムーズにね予約が取れるのか、うん、あるいはその会場にですねその高齢者の方々がスムーズにえー来て、時間通りにですねえ接種が済んでいくのかっていうところを考えてみるとこ、こやってみなくちゃわかんないなというところになってくる。はい、で私実はねあの中央区の 接種会場ちょっとね取材しに行ってきたんですよ。これ、築地にありましてね、はいで、そうすると見ててね、ちょっと一番ちょっと気になったのが、ええ、やっぱり付き添いの方いらっしゃるんですよ。あそうですよね、ええ、ご高齢の方だと、一人で来るとかね、あるいはご夫婦で来るっていうなかなかこれも、えー、難しいところがあって、ですね中にはねで、そうするとやっぱり付き添いの方々が必要になってくるなと、じゃあそういった人たち、まあ、だから、えー、会場にスムーズに連れていくっていうのは、これはうまくいくかもしれないけども、じゃあ、はい、そういった人たちは、どこに ういい待機してはいいのかそでかね。うですねえーえー、だからそういったところがですねうまくいくのかなっていうのはちょっと心配ですね。なんかねあのそれこそ移動にもこう時間かかる方も多いからなんかあの自治体によってはそれこそこう座っておいていただいて、ね、で打つ人たち その前で問診をする人たち消毒をする人たちが大名行列のようにわーっと行くと結構早く打てるんだというような知見が出てきたりするようですねだからその辺がね経験が積み上がっていくことによってスピードもね加速されていくんじゃないのかなと思いますただ問題なのは大阪なんですよ、東京はですね大手町のところにありましよねこれは分かりやすいんですけれどもちょっと大阪のアクセスが悪いんですよ、中之島にあってですね。 そうなんですねでで京阪電鉄ってほとんど利用しないんですこれ森<ー>駅京阪のこれ地下鉄の延伸したところなんですよはい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 なるほどだからここってなかなか分かりにくいでそしてこれに京阪電車に乗るというアクセスが非常に面倒、えー、くさいというか難しいという, <laughs> と,いうところもあって、ええ、でそしてこの会場というのがですね、うん、会場なんですが、うん ちょっとね、構造がね、うん、悪いから、それがどうしたらいいのかという問題よね。なるほどね、えー、ということで、まずはワクチン接種についてでした。今日よろししくお願いします、はい さあ次時台もコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いいたしますはいお願いします、えー、それからワクチン接種について様々、えー、いただいておりますが、はいえー、山口で開業用されているリリパットさんという方、うんえー、うちの市の現状をお伝えしますとかかりつけの医療機関の接種先行で予約始まってます、うん、6月からは集団接種と、うんでえー、ただあのー データのやり取りっていうのが大変なんだと VSYS、うんえー、というです、ね、厚労省のシステムにまず登録する必要があると、うんでえー、今度、打ったら打ったで、えー、VRS というワクチン接種記録システムというのがあって、えー、接種希望者が持ってきていたクーポンのバーコードを読み取るシステムがあり、えー、これはわれわれの開業医のところにもタブレットが、えー、配られていて読み取りをするんです、うん、と、えー、お分かりだと思いますが前者が厚労省で後者が総務省と、えー、それぞれ入力をすることになるんですよね。うん いやだからこそやっぱりねデジタル庁構想とかねそういうことになりますね、えー、統一化っていうのは必要になってくるんですよえーえー、今日も8時までよろ,いいま、はい、よろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田康二の OK 康二イアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください 番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますでは次第最初のニュースこちらです共産党市委員長次期衆院選に向け立憲民主党と協議へ 共産党の市井和夫委員長は15日東京都内で講演し次期衆院選で立憲民主党との協力を進めるため野党が政権を獲得した際の協力のあり方について早急に協議を開始したいとの考えを示しましたえ市井委員長は立憲中心の政権ができた場合閣外協力にも含みを持たせておりますまあ、一方でこの政権構想というものがもう協力の前提になるという、ええ いうことでまあ、そこのの部分は厳しくなったのかもうここ最近のです、ねまあ、赤旗等々を読んでてもね、はい、やっぱりこの政権構想っていうところに、えかなり重きを置いてるようですし、ただこれについては、ですねやっぱり立憲民主党としては、どうしよう、意味なのかなと、はい、あんまりそこはね、ぐいぐい来られてもなというのが本音のところじゃないのかなと思いますね、ただ場合、あのこの野党共闘、つまり野党のね、野党間の選挙協力です。 はい、東京都っというのは、軸になるのはやっぱり立憲民主党と共産党、どうするんですかというところなんだけれども、はい、これ、あんまりですね立憲民主党としても共産党とべったりくっついてしまうと、うんえー、一つは労働組合である連合と、はい、もう一つは国民民主党、うん、この離反を招いてしまうんですね、でそのことはです、ね、でさっきの、えー、3つの、えーまあ、補欠選挙、再選挙、<ー>見ててもですね明らかでしたよね。はい、例えば、えー、広島、えー、確かに野党候補は勝ちました ただ、えー、枝野さんと、ね、C さんが最後の最後まで同じツーショットで、ねはいえー、選挙演説することはなかったという、ね、でこれは、えー、たまたま偶然ではなくて立憲民主党サイドが、うんえー、避けていた。はい えー、そううなならいいように調整していた、えー、でこれに対してあまりにも冷たい扱いじゃないかということで、えー、共産党がですね、えー、かなり反発してたようですけどね、はいまあ、そこを乗り越えてということなんでしょうけども、あるいは今度、えー、長野の目を見てみますとね、国民民主党は共産党が推薦したことによって、はい、推薦を取り下げるとかって一時、ね、そうでしたね,ありましたねそういう動きもありましたし、あるいは、えー、国民民主党を、えー、支援しているあの民間系の、ね、大手メーカーのロ、はいえー 労働組合のね委員長なんかに話聞いてみますとね、うんうん、いやいや、うちがね、うん、あのー、立憲民主党の左派の人たちと、あるいは共産党と一緒にやれると思います、左さんって、できないでしょうねっ私言ったんですけどね、<laughs> まあ、えー、そういうような状況が、どう、はいえー、どうね乗り越えていくのかっていう課題は大きいと思いますよ。ただ足し算でででいいいいくわけけじゃないないなと思ままますけどね。ね。でまあ今まではあ今はる意味こう、ねえー 明確に約束をしての協力ではなくてあうんの呼吸で、はい、じゃあ、ここ候補取り下げましょうかみたいな感じでやっていたのがこれ、ある意味の政策協定みたいなのを結ぶのかっていうことになると、ええ、まあかなり違ってくるわけですよね、その辺はね、ええ、だからそのあたりで、えー、きちっと、えーね、約束を交わしてって今、飯田さん言われたところが一番大きなポイント、はいあ、それに乗ってこられるのかどうなのか、ただしここにある種、人質があってですね、はい、東京都議会議員選挙ですよ。 あなるほど、やっぱり東京都議会議員選挙というか、ですね議席制でいったら、はい、もう立憲民主党いるんだかいないんだかよく分からないような、えー、今回、ですねやっぱりそこで一定程度のです、ね、議席増を果たしていかなきゃならない、はい、そうするとやっぱりきちんと、でその都議会議員選挙で共産党と調整をしていかなきゃならない、うんさあそれやるんですか、やらないんですかというところなんだろうと思いますけどねうん、まあ、やっぱ国政、この、ね、衆院選が10月の任期までに必ずどっかであるだろうということ、ね も考えると両方まあある意味前哨戦としての都議選とかとても重要になってくるわけですね。非常に重要ですね。これ連動しますからね。うんだからそこでも一定程度の立憲民主党としては、はい、あの議席増を図っておきたい勢いをつけておきたいというところなんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ政策協定となると個別具体的な話になってくる、うんえー、原発であるとか、はい、あれは消費税であるとか、うん、これは割れますよね。 まあ、もう一つはやっぱり、えー、憲法改正ですよ、えー、憲法についてどう位置づけるのか、はいえー、確かにですね、えー、国民投票法を、ねえー、成立をしましてうん、うん、あそこだって微妙だと思いますよだって共産党は反対したわけですからそうでしたねただ、不対条項というのが、はいえー、3年以内に、ね、詳細については詰めていくというね3年間という猶予期間 1>, 1年じゃなくて3年という、ですねだからその間はですね少しこう曖昧に物事を進めることができる猶予期間ですから、次の選挙にはあまり影響しないのかもしれないけども、はい、やっぱり政策協定になると、ですねその憲法改正についてどう、えー、スタンスを取っていくのかっていうところも、ガチンこれでね、話し合いしなきゃなりませんからね。うん、確かに、で他方ねあの、週末に行われた各社の世論調査を見ると、うん、この国民投票法の改正案が、ね、あの成立の運びを見たのを見て、で じゃあ中身の議論をすべきだっていうのが7割を超えるような調査も出たりなんかしていてそうです、ね、憲法改正についてっていうのはねちょっと世論変わってきてる感じありますもんね、えーあのー、ですから、そういった点でいうと、うん、やっぱりきちんと議論していくべきじゃないのか2つあってやっぱり1つは中国の問題でもう1つはですね緊急事態条項、ねうんはい、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、うん、これやっぱり必要だっていうことになってきたんでしょうね、うんえー、まずは野党共闘についてでした。 今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さんですでは取り上げるニュースこちらです緊急事態宣言昨日から北海道岡山広島に対象を拡大政府は昨日新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を北海道岡山広島の3道県に発令しました 宣言の対象地域は九つの道府県となり期限は今月三十一日までとなっています。九、えー、つの都道府県ですね。東京も入っておりますので、はいえー、期限三十一日までということであります。はい。 まあこの件に関して言うと、要するにあの当初のねえ政府の諮問等に対して分科会があの抵抗して、新たに加わったと、北海道、岡山、広島が加わったとっいうのが一つ大きなポイントなんでしょうけれども、ただね、私、思うんですよ、のこのね緊急事態宣言、あるいはまん延防止等特別措置、指定するにはえね大体大きく7つの基準、指標というのがあるじゃないですか、例えばえ病床使用率であるとか、重症者向け病床使用、 あるとかあるいは1週間あたりのです、ね、万人,人口12万人あたりの感染者数の増加であるとかいくつか重要指標7つのうちの大体4つぐらいが重要指標なのかなと思うんですが、うん、これ見てますと、ねはい、そ,のそれぞれをですべ、ね、てクリアしても指定されていないところもあれば基準以下でも、ねえー、指定されてしまうところもあると。えー、これ何のののための指標なのか っていうのはよくわかんないんですよ、うん、で総合的に判断してっていう言葉がね、はい、必ずついてくるんだけれども、うん、そうするとねこれって、えー、なんかこう恣意的に、うん、あのー、なんかこう、えー、否定するようなつまり、はいえー、そういったですね対応を指定するような状況になって,て非常にこう、えー、混乱を招くんじゃないかなとかきちんとその指標を決めたんだと例えば北海道ですよ、はい、わかりますよ北海道に緊急事態宣言を発出するのわかる、えー、どうしてかというと、うんえー、札幌市以外ではさほど病床もさ 逼迫してないんですが、うん、札幌市、大都市ということもあって、ですね、はいえー、感染者が激増しましてね、そこだけがちょっとポイ問題になっているという状況なんですよ。そうするとね、その前に、じゃあ、えー、札幌市の、ね、近郊で、はい、その病床は確保できるのかできないのかっていうところを、えー、考えていくと、ですね相当これは難しいぞということになって、うん、どう全体では、えーまあ、指標は全く、えー、超えてないんだけれども、うん、とりあえず指定しましょう。 個別の順も分からなくもないんだけれども、えー、まあ、えー、とはいってもですね、えー、国民であるとか県民同民にとってみるとえー、なんでっていうことにもこれなりかねませんからね。でそこで何で指定されたのかというのをきちんとこれね、はい、えー、まあ あの説明をしていく、あるいは納得がいくような、うんえー、国民に納得がいくような形で、そこはす、ねえー、指定すべきじゃないかなと、私も思いますけどね、えーまあ、あの緊急事態宣言はその立て付け上、都道府県全体にというようなもんですが、一方で、まん延防止等重点措置って、確か都道府県が、まあえー、市区町村を指定しながらやるっていう,、ねうね、方法だったと、まあ。北海道の場合はそれもすでにやっっててましたが、はい、広島岡山っていきなり ななななんんか緊急事態宣言にっっったたていうようよ感じがあったんですけども、ね、ねだからそれもですねやっぱり広島県の場合は県知事がですね、はい、強くそれを要望してたっていうね、うえ状況がありますから、はい、そうすると、じゃあ、ね、県知事が要望するとそ、ね、指定されるのというところになってしまう、じゃあし、さっきの話じゃないけども、はい、その7つの指標って何なのっていうところになりかねませんからね。これ、結局、ねあの、飲食やってらっしゃる方とかっていうのは、当然そういう情報にね、 えー、非常に。 じっくり見てますよねそうするとその修行で、まあ、次の,じゃああのお店だけのどうしようかとか判断してたのが全く予見できなくなってきますよねこのの、えー、だからそういった意味で言うとこう仕入れの問題であるとか人繰りの問題等々も出てくるでしょうからうだから、あのー、その点についてです、ね、やっぱり一番影響を受けるであろう飲食の人たちにとってみるとこれ死活問題ですからねその点についてもちゃんと考慮してるのかどうなのかで加えて問題なのは協力金、はい ですよん、えー、協力金1月の分がようやく支給になっているというような状況じゃないですか何、はいえー、でそれがスムーズにいかないのか <laughs> というねうい,やいいんですよだから、えー、そういうね、えー、指定をするのはいいんだけども、はい、それとねワンセットでこの協力金というねだってこれある種命綱ってやっぱり言うんですよ、えーえー、飲食の人たちにとってみるとね。 だからあのそういった点で言うとですね、そこはあのスムーズに進むように、はい、やっぱりこの辺も,、ね、考えてもらいたいいたなと思まますね。うんまあ、ね、あの入ってくるべきお金が入ってこないということになると、うん、まあじゃあ、つなぎで融資を、ね、金融機関にお願いしたりなんかしなきゃいけないと。うんええ まあそれがねあのある程度無利子無担保で今できるとはいえええ、かなり判決になってきたりとか、ええ、いろいろなところに影響出ますよねそうですねあのですからそれもですねやっぱりあの自治体歳と、ねはい、かねだそれは借りる必要のないお金じゃないですかでそうなんですよね本来,本来的にはうんだからそのねそのなぜその負担負担をやらなくていい作業の負担を、えー、飲食の人たちに押し付けるのかっていうね問題もあると思いますからねうん。 まあそしてね、ね、えー、これ緊急事態宣言がこう出続けるという中で、まあ、ワクチンについてというのも今日から大阪と東京でその予約というものが始まりますけれども、うん、これが。 なかなか広がっていけば、まあ、この数字緊急事態宣言とかというのもこれはです、ね、先行している例えばイギリスであるとか、うん、まあイスラエルもそうでしょうけども特に私に注目しているのはアメリカなんですよ。アメリカアメリカなどはです、ねはい、やっぱり6月からあの例えばニューヨーク州、ね、全米最大の都市をニューヨーク市を抱える、ね、ニューヨーク州なんかはですね、うんえー、飲食店の営業時間が昼夜営業。つまり24時間通して やれるるようになあるいは、えー、なんですかミュージカルの、ね、劇場であるとか、はい、これがどんどんオープンしていくという流れになって、えー、やっぱりこの辺りもです、ねえー、ワクチンの接種がどんどん進んでいってもう今、ね、予約なくても接種できるという状況ですしそういったところを考えるとです、ねえー、こう経済活動の再開ということともう完全にこれリンクしてきますからねまあ早急にです、ね、ワクチン接種は進めてもらいたいなともう洗礼がありますから。はいえー えー、そして、もう一つ、用意していたニュースは、ミャンマーで拘束されていた日本人ジャーナリストの、北住裕樹さん。えー、一か月ぶりに解放され、帰国というニュースです。まずは、成田空港での北住さんのコメントです。あの、今後はですね、あの、ミャンマー、の方々は世界に伝えていけると言われことがたくさんありまして。そういったことを、あの、日本の方と、多くの国の人たちに伝えいきたいす。 えー、北住さ,さんはミャンマーで嘘の情報を流したなどの罪で起訴され1ヶ月間拘束されていたということで、えー、ミャンマーの人たちから世界に伝えてくれと言われたことがたくさんあると、えー、多くの国の人たちに伝えていきたいというふうふに話しております、うんあのね、1ヶ月ほどで解放されたっていうのは本当によかったなと思いますけどね、はい、起訴はされてるんですけれどもただ、やっぱり一体何がそこで起こっているのかっていうことを、はい やっぱりあの伝えていく情報発信をしていくということはもう絶対的に必要ですからね、そのことによって、あのーまあ、日本政府も含めて、ねはい、正しい、ね、ミャンマーに対する対応、特に国軍に対する対応っていうのを取っていかなきゃいければらない、うん、ただ、一つは、まあ、その一方で、ねはい、やはり、あのー、発展途上国という位置づけにあってですね。うん、何でもかんでも、ねはい、先進国と同じ基準でつまり、えー、国軍イコール悪というレッテルを はるっていうのも、まあ、もちろん今回ね、その人権を蹂躙しているという点で。はい、ええー、国軍圧倒的に悪いですよ。うん、ただ、やっぱりミャンマーの置かれてる国内の状況っていうのも。あの、どういう状況なのか、その辺もですね、見極め上で、うん、やはり、あの、現地のですね、情報の発信というのは。必要なんだろうなと思いますね。うんまあ、現地インターネットもなかなか使うのが難しいと。いう状況の中で、ね、確かに情報がまず出てこないっていうことが続いてますもんね。ねう だから、まああのー、政府としてもスタンスが明確になってないじゃないですか日本政府も。はい、だからそういった点でいうとです、ね、じゃあ日本政府として、えー、どういうふうな、はいえー、スタンスを持って、ね、このミャンマー情勢に臨むのかっていうところもです、ねうん、やっぱり考えていかなきゃならなならいいんだろうなと思いますけどね欧米各国は人権の面で、まあえー、個人制裁等々も法律としてできると。 いうこともあるので、まあそれを使っているところはありますが、日本はまあ今のところそういった法律がないのもありますよね。ええええ、で加えてどうなんでしょうね。もう一つはね、はい、その人権問題に腰が腰が向け引けているような感じもしたくもないんですよ。うんうん、これはあの新疆ウィルクの。うん え問題であるとかね、はいえーで、このミャンマーの問題であるとか、えー、だからそこに対してね、ちょっとね国際世論っていうか、えー、国際社会が日本にどういう目を向けてるのかっていうところもですね、うんうん、やっぱり考えていくべきじゃないかなと思いますね。え以上おはようニュースネットワークでした、えー。この時間は教えてニュースキーワードです。入管法改正案。 政府が国会に提出した外国人の在留管理を厳格化する入管法改正案について与野党では断続的に協議が行われてきましたが折り合いはつかず14日には野党3党が衆議院に自民党の吉家法務委員長の解任決議案を提出しました与党は18日の衆院本会議で解任決議案を否決し今,月中にも今週中にも法務委員会で採決する方針です えー、これね、あの先週、先々週あたりからずっと揉め続けております。はい、あのー、このポイントっていうのは、この法律のポイントはね。はい、えー。国外退去処分を受けた、まあ、外国人の方がですね。えー、えーえー、まあ、入管施設に、えー、長期収容されていることが、これまでもたびたび問題になってきましたよね。はい。で、これに対して、あのー、スムーズなね、えー、帰国を促すような、うんえー。それを、そこの部分を、改正していこうじゃないか、その命令を出せるようにしようじゃないか、強制力を持たせ。 ようじゃないかというのが最大のポイントなんですよ。でもちろんね、えええ、そういう状況ですから、うん、望まない帰国ということになって、うん、これは外国人の、えー、方々のですね人権を侵害するんじゃないか。ええ というところになってたわけなんですけど、うんはい、どうなんでしょうねということだと、僕、ちょっと、ねええ、疑問に思うんですけれども、はい、もうそこのじゃあ、処分がです、ね、被告、うん、命令の処分が、是なのか非なのかっていうところからこれ、やっていかないと、でもそこは一定の基準を設けて、退去命令出したんだから、じゃあ、スムーズな被告を促すのは当然じゃないかなと、私は思いますけどね、うんうんまあ、そもそも論としての不法入国だとか、不法残留っていうのがあるわけだから、そう,かね、そういう処分が出てるわけですよね。ねえ まあ、とは言っても、この部分は、まあ、一部人権団体等々を含めて、ね、やはりそのじ、ね、外国人の人権に、はいえー、配慮してないじゃないかという、ものすごい強い反発がありましたから、いずれこの、ね、こ子はそういった部分に引きずられて、解、はい、決法案になっていくんだろうなと、だから当初は立憲民主党などは<ー>、えー、与党との、つまり自民党、ね、公明党との修正協議に応じるっていうね、えー、ところをずっとやってきたわけなのんで。 より良いものを作りましょうというところで、これは常識な動きだったと思いますよ、ただじゃあ、なぜこれは決裂したのかというと、入管で亡くなられたスリランカの女性の方ですか、この方の映像を開示するかしないかと、その開示のタイミング、入管内の映像の、これについては野党側は速やかにすぐ出せみたいなところを言っていて、これは無理なんだでしょう、7月ぐらいまでに入管がですね、 えきちんと、えー、調査をして、うん、調査をした上で、合わせて映像を、えー、公開しますよ、提出しますよという段取り、いやー、その7月前に待てない意今だす今出しみたいなね、えー、ところで、結果的に決裂、つまり内容じゃないのよ、法律の決裂したところというのは。結局、突き詰めてみると、対応が悪いみたいな。だからこれ、決裂を前提に動いてきたとも言われても、<ー>つまりどういうことかというと、ですねおそらくこのままいくと、はい どうなんでしょうね、うんえー、委員会はですね強行採決という流れになっていくでしょうね、うんうん、でそうすると映像的にというか、ビジュアル的に、ですね、はい、またその反対を押し切った与党の横暴みたいなね、<ー>というところが、そのシーンが欲しいのかなと。はい 選挙を前にすると、ねえー、つまりこの国会でも野党は一生懸命仕事やってますよみたいなね、うん、まあもちろんそれは、えー、秋までに行われるであろう衆議院選挙であるとか、都議会議員選挙を強く意識した、ある種パフォーマンス的な中でね、はいえー、この強行採決というシーンをです、ね、演出しようとしてるのかなと。 そう思えてもだって中身的には合意してるんだから法案の中身については確かにそうです合意してるというかまだ至ってはいないけれどもやろうとしてたと実際あったわけですからそうすると出世協議に応じた側からするとどうしていきなり舵切るのみたいなしちゃっったのていうに見えるとだから結果的に強行採決になっていくとそういう形になっていくと原案のものなんですよ。 修正しないのは法案が成立してしまうそれでいいんですかというね実の部分がまあこれねこの入管法とそれからあの先週の金曜あたりは内閣委員会が、うん、あの 審議が止まったとここ、こ内閣委員会は今度は外国人の土地に関しての、はい、え法案をいや、これからやろうというところで、はいえー、それが吹き飛んでしまったと内閣官員を呼ぶ呼ばないという話が、はい、あ議題となってきましたけれども、はい、なんかやっぱ国会後半に向けてこういう事態,事態というかこう増えてくるんですかね実績、まあね、作りなのかなと思う。 思いますけどね、うん、まあそれにしてもですね、この政治上の駆け引きでこういった、えー、時間を無駄に使う、もちろんね、私はね、そういった点で言うと、少数意見の尊重これ大事だと思いますよ国会の議論の中で、少数意見を尊重していくってことは非常に重要だと思うけれども、とはいっても、ですね揉めるための、はい、決裂みたいなね、それだけを目的とした、えーえー、決裂とか、えー、ね、 っていうのは、ちょっとどう考えてもおかしいんじゃないかなと思いますよね。うん、だから、与党としては、やっぱり少数意見を尊重するために、修正協議も応じてきたんだから。という、はい。というところはあるんだろうと思いますけどね。ま完全に突っぱねたわけじゃないのに、っていうとこですよね。入管法改正案、今日のキーワードでした。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。 イスラエルとハマスの軍事衝突国連安保理が3度目の緊急会合国連安全保障理事会は日本時間16日深夜イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突について3度目の緊急会合を開きました会合冒頭ではグテレス事務総長が戦闘の即時停止を要請しております えー、イスラエルと、まあ、パレスチナの衝突というふうにも報道されますがパレスチナ自治区の中でもヨルダン川の西岸地区はファタハと呼ばれる主流派が、まあ、治めていてそして、えー、ガザ地区はこのハマスという組織が実行支配をしているというところで、うん、これ相当なんか、ね、ミサイルの打ち合いみたいになってますし、えーまあ、加えて、ねえー、あの地上部隊の,、ねはい、あの突入というのも十分ありえるような状況になってきたと。 うん、いうところでどん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 エスカレートしていって、あの着地する気配が見えてこないですよね。うんえー、国際社会もまあねなかなかどう手を打ったら良いのかという感じになっているのか、うんえー。今朝この時間はですね、イスラエルとハマスの軍事衝突について中東情勢に詳しい国際政治アナリストの菅原いずるさんに伺ってまいります。電話がつながっています。菅原さんおはようございます。あおはようございます。よろしくお願いします。 今回のこの衝突なんですけれども、これ、きっかけって何だったんだっえっとですね、あもちろんあの長年の,、はい、あの積み重なる事態っていうのはあるんですけれども、直接、えー、的な原因はおそらく4月13日だと思うんですね、1か月ぐらい前になると思うんですけども、はい、えこの日はちょうどのイスラム教の,あのラマダンっていう断食月が始まった日なんですけれども。 ちょうどこの日はですね、イスラエルの戦死した兵士を追悼するユダヤ教の行事とこう同じ日になってしまったので、その日の夜に、まあ、イスラエルの大統領がこう重要な演説をするということで、はい、このイルサレムでまあ重要なこのアル・アクサ・モスクって大きなモスクなんですけども、ーへーへーそこのイスラム教のお祈りの,、ね、あの声をスピーカーで流すんじゃないっていうふうに言って、 んですね、でそれはできないっていうふうにモスク側が言ったところ、イスラエルは治安部隊を送り込んで、はい、モスクの電気を遮断してしまったと、スピーカーの音を消してしまったということがありまして、はいえー、それに抗議した人たちがもたくさんこう集まってきたというのが一番目だと思います。はい、でこれに対して、まあ、警察がかなりこう過剰に反応しまして、はいえー、このアルアクサモスクにこう入る入り口がいくつかあるんですけども、はい、そのタマスカス門っていう、 一番主要な入り口の前の前広場ここを封鎖しちゃったんですね。うでここはこうラマダン期間は大体夜若者たちが集まってお祝いするっていう場所なんですけども、そこから若者たちが締め出されてしまったっていうのがあって、はい もうすでにこの頃からあパレスチナの若者と、はい、おユダヤ人の衝突というのは路上レベルで始まってましてかなりユダヤ人の極右グループなんかも入ってですねあの激化してたんですねうんそれに加えて旧市街のパレスチナ人の,あの居住区から、はい、そのパレスチナ人の家族を立ち退かせるという裁判がちょうど重なってしまってですねそれでも感情的に非常にエスカレートしてしまったというのがありましたそういう経緯があったんですね。 でそこから、まあはい、なので、まあ、ある意味こう、若者たちの放棄だったりとかっていうところから、今回の,そのハマスの動きにまでっていうのは、時間があったんですか、それとももう、これ、だんだんとこれ緊張が高まっていって。ええ でこの要するにこうパレスチナ人の立ち退きというのはです、ね、これはけしからんということで、もう5月4日の時点でハマスはです、ね、最後の警告だということで声明を出してまして、はいえー、こんなことをやめ,やめろと、すぐにやめろということを言ってたんですけども、その直後に、えー、これ5月7日の金曜日の夜なんですけども、はい、アイスラエル警察が、 この同じくアルアクサモスクにこう突入しまして、催涙、えー、ガス、潜航弾、スタングレネードだとか、ゴム弾まで使ってです、ね、強制的に取り締まったんですね、でその直後、5月10日、また警察がこのモスクに入ったんですね、はい、なので、この宗教心の高まるこのラマダン期間に、もうイスラム教の一番大事なモスクに3回も警察が武装して突入してきたということで、はい、もう怒り心頭でもう警告してたハマスも、それを受けて、えー ロケット弾を発射したととそういうういい流れになろうかと思いますうーん、これあの、イスラエル側としての狙いいというのはそんな緊張を高めるような行動を取り続けている感じに見えますけれども、これは何かあったんですか とですねあのー、おそらく、これ、ネタニヤフ政権は否定していますけれども、はいうん、これ、緊張が高まることを望んだんでしょうね。うえ彼の政治的な、あのー、なんて言いますか、はい、あのネタニヤフ首相は組閣に失敗して、今、野党側が連立協議を進めていますよね。この野党側っていうのは、反ネタニヤフっていうことでこう、寄り合い状態みたいな形で、左派系から右派の極政党みたいなものまで、 一たになってたんですの、ね、で、そのイスラエルとパレスチナの緊張が高まって、対立が高まれば、この連立、うまくいきませんから、ジャネイ首相にとっては好都合ということなんで、このイスラエルとパレスチナの緊張が高まるまあ放っておいたんでしょうねなるほど、はい、他方、ハマスの方なんですけれども、はい、これだけこう、何発も何発もミサイルをぶっ放せるって、これ、相当な物量があるなって思うんですけれども、どこから手に入れてるんですか そうですねこれはもうちょっと、あのー、驚きだと思いますね、これだけたくさんの武器を、イランも含めて外部で支援してくれる国がありますが、はい、そこからあの立ってるっていうのと、自分たちで作ってるっていうのとありますよね<ー>、はい、自分たちでも作るだけの能力があるんですね、そうですねそれでこれまで、まあ、2014年以来大きな衝突っていうのは <laughs> なかったですから、はいえー、その間に。 これだけやっぱりこう、溜め込んでいたということでしょうね。うはい、これ、そろそろ溜め込むのがあの、まずいところまで来たぞっていう、<っ>イスラエルはそういう,こう、う何か思いなあまかあれもありますね、イスラエルは定期的に、あのこれ、非常に非人道的な言い方なんですけども、はい、イスラエルの軍事作戦っていうのはあの、芝刈りのようだと言われるんですね。は<ー>あ,ある程度、一定のとろまで芝が伸びてきたら、芝刈るじゃないですか。それと同じように、はい、パレスチナ側の軍事能力が もうずっとこうゼロにすることはできないんだけれども、はい、一定程度、やばくなってきたら軍事作戦を行うっていうのがイスラムのやり方だというふうにずっと言われてきまして、まあ今回もそういう側面がないとは言えないと思いますうんでこれその、ハマスを支援している大きなところにイランがあると言われますよね、はい、イラン、これ、選挙ですよね、はい、この辺って絡んできたりしますか、大統領選が近いっていうのは。 そうですね大統領選挙もそうですし、えー、あとはやっぱりアメリカとの核協議もやっていますので、<ー>えー、そういうところにこのイスラエルとパレスチナの問題がかなり激化して、しかもアメリカがイスラエルに対して圧力を加えないという状況がずっと続くと、ですね、えー、そちらの側に影響が出るということもありますよね、当然。うん スタジオにはジャーナリスト、須田一郎さんもいらっしゃいいます、はいあのー、いろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、あのはい、私、一番注目しているのは、ちょっとアメリカの動きなんですよ、はいあのー、やっぱりトランプ政権からバイデン政権に変わって、まあ、トランプさんは、えー、イスラエルでったり一色でしたけれども、あのはい、バイデンさんの役割というのは、今、えー、この中東情勢でどういうような位置づけにあって、今回、仲介の任というか、役割は果たせそうなんでしょうか、どうなんでしょうか。 はい、あのバイデン政権とすれば、あんまりそういう役割を果たしたくないというのが基本的にまあ,あるんだろうと思いますね、え非常にこう、なんていうんですかね、あのどちらかというと、パレスチナとイスラエルの問題が激化しないで、沈静化して、あまり自分たちが関わらないようにしたいというのが、あバイデンさんの基本的なスタンスです。 っていうのはあのイスラエルとパレスチナの対立というのは、アメリカ国内のポリティクスにもこう影響してきてしまいますので、えー、アメリカ国内の分裂もさらにこう強まる、うん、もっと言うと、民主党の内部での分裂というのが強まってきてしまいますね、民主党の中というのは、リベラル、左派の人たちも結構いますので、はい、パレスチナ寄りの人たちがたくさんいるんですね、一方、議会運営では共和党も含めて、えー、うまく調整していかなきゃいけませんけれども、共和党は圧倒的にこうイスラエル寄りと。 いうこともありますし、民主党も中道派の人たちは、まあ、イスラエル支持っていあのバイデンさんも含めてそうですので、えー、そういう意味で言うと、なかなかここに引きをつけたくないし、関わりたくないというのが、バイデンさんのお、まあ、スタンスだったんでしょうね。うはい、なので、今、かなり出遅れた形になってます。どういう対応を取るかというのを慎重に考えながら、 対応ししよううと思ってるでしょうねうんなるほどえ、そうするとアメリカ、腰が引けている中でイスラエルはこれ、はいあの、まだまだ空爆続けるっていうようなこともお、はい、出してますけれども、しばらくはこの状態が続くということですか、はい、そうですね、イスラエル側がもう外部がどうこうではなくて、イスラエル側が、というか、今のナタニヤ政権が、はいあ、これでとりあえずはあのー、今の目標を達成というところまでやるんでしょうね。 それは軍事的にはある程度ハマースの能力をあの下げるということと、あとは連立協議も含めた政治的な流れが自分の方にうまくいくという確信が得られたあたりで、この辺でという区切りをつけるんじゃないかなというふうに思います。周りのアラブ諸国の声ってあんまり聞こえてきませんが、今回、どうなんですかいや、かなり反発してますね。<ー>えー、そういうういで言うと、 あのイスラエルと関係、正常化をしたようなアラブの国々も、はい、もう今、ものすごく声を上げての反発をしております、それぞれの国にいはパレスチナ寄りの人たちの抗議行動というのも大きくなっていますし、今後、イスラムの国々では、えー、反イスラエルの抗議行動というのは、もっともっと大きくなると思いますねうんそういう国々の意見というのは、でもネタニヤ政権としては、まあ、あまり意に返さないというととうころですか、はいまあ、全く返さないですね。はいう そこに日本として何かできることっていうのはありそうですか日本としてできることというのは、うんあまあ、政治的に仲介をするとかっていうことは、やっぱり強制力もありませんし、影響力も少ないですから、そうすると、あのーまあ、関係ない人だから黙っててというふうに言われるだけですので、なかなか難しいでしょうね。う はい。まあその意味では人道的な支援だとか呼びかけとかそのぐらいにとどまるというところですか。そうですね。はい。国連だとかやっぱ EU だとかがそういう声を出していますので、そういった国々とおまあ補聴を合わせてとにかく停戦あののためにこうあの外交努力をする以外なかなかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。わかりました。菅原さんどうも朝倉ありがとうございました。ありがとうございました。またいろいろ教えてください。ありがとうございました。はい 国際政治アナリスト中東情勢にお詳しい菅原いずるさんにお話を伺いました、まあ、このニュースを取り扱うとどこに出口がていうのは非常に、ねえー、難しい問題ですよね,、うんねまあ、仲介を取り持てる、はい、そういった、えー、国、あるいは勢力がないっていうのがた、うん、だから私、ね、私、ね一番大きな問題っていうのはやっぱり国連が機能不全に陥っていることじゃないかなと思いますけどね。うーん えー、イスラエルとハマスの軍事衝突について今日のスクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くださいポッドキャストでお聞ききいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩事の OK 工事アップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください